えー、こんにちは吉田インです折、えー、笠さん、えー、今回商品お申し込みありがとうございますはいメールの方もいただきまして、えー、誕生日おめでとうございますということで吉田インさんの話はとてもためになる情報が情報が多くてなかなかついていけないのですが情報量が多くてなかなかついていけないのですが可能な限り身につけたいと思っていますと、えー、自分の目標は細かく長くでも死ぬまでネットビジネスを続けたいですオタクセミナーも楽しみにしていますとオタクセミナーですね。 あれは面白いと思いますよかなりかなりオタッキーなんで彼は、えー、細く長くでも死ぬまでネットビジネス続けたいと素晴らしいえこれはなかなか僕ね質問目標の中でこれをコミットメントしてる人はいないのでこれかなりいいと思います要は あの一番重要なことはやっぱ続けるっていうことが重要なのでこのほとんどの人が挫折するんですねほとんどほとんど8割9割9.999%の人が途中で挫折してやめていきますでこの目標の中で死ぬまでビジネスを続けたいって書いてあるのでこれ絶対成功させざるを終えないです 続けるっていうコミットメントをしている以上絶対成功します。じゃあ、その続けていく上で、やっぱ必要な要素、必要な方法っていうのがあるわけですよ。成功するためには。じゃあ、その必要なノウハウ、テクニック、えー、マインド、そういうのは今回の買っていただいた商品の中にすべてほぼ入ってますので、続けていくっていうコミットメントしていただいて、今回の映像を見ていただければ、絶対に結果は変わります。絶対人生は変わります。で、これおすすめなのは、 あのミリオンゴッドセミナー映像をもし見てないんだったら見てほしいです。まあ、ミリオンゴッドセミナー映像はその実際にこう、まあ、全部の商品そうなんですけど全部の商品こう売ってたんですけどもし見てない知らないっていうことだったら是非見てほしいです。これは借金2000万から年収3000万になった和田さんっていう人がいるんですけどその和田さんとタイアップした セミナー映像であってで、えー、その和田さんが借金2000万からどうやって年収3000万になったのかネットビジネスと出会ってどういうことをやってったのかその全てのプロセスを全部細かくセミナーで話してくれてますなので和田さんの話を一度聞いてほしいかなとここまでその死ぬまでネットビジネスを続けたいっていうコミットメントをしてるんであるならば和田さんの話は響くと思います和田さんの話を聞いてくださいで何度もすり切れるほど聞いてほしいかなと ここはね、すごく素晴らしいコミットメントだと思います、目標。死ぬまでってやっぱ腹くくると絶対できるんですよ。で、僕もこの YouTube とかも腹くくって、もう1万本絶対最低でも作るぞって言ってるんで、まあ、もう何でも作ってるんですけど、やっぱね、人間腹くくる、覚悟を決めるとやっぱ強いです。で、ほとんどの人がこれができないので、ここの腹をくくる、覚悟を決める、ここが結構コアな部分、成功する上での結構コアな部分でもあります。 長く続けあの死ぬまでっていう僕も死ぬまで動画撮る死ぬまでインスタグラム撮る写真撮るっていうのを腹くぐってるんですよ多分死に際も動画撮死に際もですね僕ベッドの上でちょっともうやばいからちょっと iPhone 回してみたいな <laughs> みたいな死に間際もあの動画で撮ってもらおうかなと思ってますで、えー、死んだらそれはアップしてと最後最後の本当見届け全世界に僕の最後を見届けさせるっていう まあそこまで僕もはあの死ぬまでっていうことで決めてるので、ずっと動画も撮りますし、まあ YouTube が今後どうなるかわかりませんけれども、まあ、YouTube が存続する限りずっとアップします、YouTube に動画を。うん。情報発信っていうのもずっとやめて、やってきます。あの、ほとんどは僕10年間いろんな見てきましたけど、ほとんどの人は消えていくんです。あれあれと、1年前あんだけいたのに、最近なんかご、なんか全然ないぞみたいな。 っていう人はほとんど結構多いんですよ。僕はもうコンスタントに動画もずっとやるし、まああの、まあ、時間の関係でメルマガ書けなかったりとか何かできないっていうことはあると思います。何かできなくても何かやります。何かができなくても何かやります。うん。例えば動画を作れないときはインスタグラム写真、写真すぐアップロードできますから写真やったりとか。メルマガしっかり書いたときはまあ動画やってなかったりとか。 まあれなんですけど、まあ、そんな感じでまあ僕もずっと死ぬまでこうやるっていうのがまあそれが僕の仕事かなと思いますのでずっとやり続けるっていうのがはいまあ、普通の僕は会社に就職できなかった人間でこうやってまあインターネットビジネスに出会ってこうやってご飯食わせていただいてますのであのー、まあこれが僕の仕事だと思いますしえー、うん仕事は働かないでダメですよね なんで、まあ、普通のサラリーマンとして働いたとしても一緒じゃないですかどこの道で働くのかって働き方ですよねどこの場所で働くのか僕はこのネットビジネスっていうのを選んでで今ここで飯食わせてもらっててここが得意なんでここをずっとやっていきます、うん、別にサラリーマンで頑張ることが悪いことではないあの別にサラリーマンで頑張っても全然いいんですけどあの僕はただ選択がなかったんでこっちを選んだっていうことですね だからまあどんな仕事どんな仕事に、えー、情熱を持ってできるのかっていうのがすごく重要な僕は人生をそのこの恩賀する上でし男に生まれたら仕事って絶対しないといけないわけじゃないですかどんな仕事を仕事って人に使えるなんですよ人に何を還元できるかっていうところそれが仕事なんですね だから何の仕事やっても別にいいんですけど自分がどれだけ世の中に何かその人に与えられてるのが貢献できてるのかっていうところがあの自分の存在価値というかうんを生み出せるもしくは自分が生きててよかったなと思える瞬間なんじゃないかなと思いますこうやって僕も商品販売して、まあ、僕のことを信用していただいて買ってくれるお客様がいるとやっぱやってて楽しいですしうんはいまあちょっと あのバーって言っちゃいましたけどもうほんとこの目標は素晴らしいですこの目標はめちゃめちゃ素晴らしいですうんうんうんこの目標は多分ね今後来ないと思いますよ大体大体目標っていうとその時間に縛られないとかまあ これぐらいお金稼ぎたいっていうのが大体メジャーな目標なんですよ。これぐらいお金稼ぎたいですとか、こんな生活したいですとか、こんなものを手に入れたいですっていうのが、まありきたりなやつなんですけど、この死ぬまで続けたい。これはなかなかもう多分ね、もうこの目標は多分メール来ることはあんまりないんじゃないかなと。これ絶対成功できます。絶対って人と違うんですもん。そもそも。人と違うことを今目標設定をしてるんで、これはね、すごいです。 で、ビジネスをやる上でここがすごく重要です。死ぬまでっていう腹くくってるっていうのはこれがめっちゃ重要です。ビジネスをやる上で。これはですね、僕が言ってるんじゃなくて、カーネル・サンダーズ、あの、ケンタッキー・フライド・チキンのフランチャイズを作ったカーネル・サンダーズさんが言ってるんですね、これは。カーネル・サンダーズさんは、60何歩から起業して、あのせ、全世界のフランチャイズを作っちゃったんですけど、カーネル・サンダーズさんは、 60を超えて起業してで車でずっと営業を回って車で寝泊まりして60のおっちゃんが車でこう営業して断られてもで車で寝てで営業しに行って車で寝てっていう生活をしてて1,000回以上断られたらしいんですね。で1,000回以上断られたのにもかかわらずずっとまだやり続けた結果全世界のフランチャイズですよ。 で、もうカーネル・サンダーズさんってもうお亡くなりになってますけどケンタッキー・フライド・チキンに行くと必ずカーネル・サンダーズのこの銅像がありますよなんかすごくないですかもう何,何十年前にお亡くなりになられた人だと思うんですけど分かんないですけどでも6 5を超えてすごい結果を成し遂げた人じゃないですかその人が言ってますカーネル・サンダーズさんがうんなんかそういう言葉をうん なんでね、これは本当ビジネスをやる上ですごく重要なファクターなんで、素晴らしいと思います。ぜひ頑張ってください。で、まあ、その、やっていく中で分かんないことあると思いますので、分かんないことあれば、まあ、聞いていただければ、回答させていただきますので、えー、よろしくお願いします。はい。え今回はですね、えー、誕生日記念キャンペーン、お申し込みありがとうございました。